イフミン、最近仕事はどう？店長、絶好調ですよ。みんな僕を可愛がってくれます。それはよかった。実はね、社長にイフミンを連れてくるように言われてるんだよね。え、社長からの呼び出し？僕何か悪いことしちゃいました？わからないけど、とにかく行ってみましょう。はい。なんだろう、怒られないよね、怒られないよね。どうぞ。社長、イギミンを連れてきました。お待たせしました。イギミン、待ってましたよ。お疲れ様です。イギミンの活躍はいつも見てますよ。ありがとうございます。それでお話って？実は今日はね、辞令を交付するために呼んだんです。もしかして左遷？辞令を読み上げます。イギミン殿、右の者、令和2年10月16日付にて株式会社イギミ商店公式マスコットキャラクターおよび広報部長を命ずる。株式会社イギミ商店株式会社ジュール、代表取締役イギミ純一、おめでとうございます。広報部長？僕が？今後ともぜひイギミ商店ユーマルシェを盛り上げていってください。ありがとうございます。お受けします。やったー、正式な広報部長になりました。イギミン、これからも頑張ってね。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。